シブキッチンです。今日はですね、こちら、これですね、すごい立派なナスなんですけども、ベーナスですね。ベーナスを使って、ベーナスの肉詰め、香草パン粉焼き、こちらを作っていきたいと思います。それでは早速作っていきましょう。それでは材料の紹介をまずはしていきたいと思います。まずは先ほど紹介したこちらベーナスですね。かなり立派なベーナスですね。それと玉ねぎで、こちらがニンニクですね。グラナパダーノと、今日がひき肉は豚ひき肉使います。それから卵、こちらがパセリとパン粉ですね。それからタイムとローズマリー、それとナツメグで、こちらがオリーブオイルと、今日はソースにバルサミコソース使っていこうかなと思います。それと塩で、こちらが黒胡椒ですね。以上の材料を使って今日はベーナスの肉詰めの香草パン粉焼き、こちらを作っていきたいと思います。はい、そしたらまずはニンニクですね。ニンニクは皮を剥いてみじん切りにしていきます。ニンニクは今日はひき肉用の方と、あと香草パン粉の方のニンニクと両方合わさってます。続いて玉ねぎも皮を剥いていただいて、玉ねぎもみじん切りにしていきます。はい、続いてパセリですね。パセリも細かくみじん切りにしていきます。香草パン粉、まあ、ペルシャードって言うんですけども、フードプロセッサーとかかけていただいて、より細かくしていただくとお店のような仕上がりになるので、そこはお好みに応じてやってみてください。はい、パセリみじん切りできたら、このままペルシャードを作っていきたいと思います。もうボウルに移していただいて、まずは半量のニンニクのみじん切りですね、加えていただいて、それからここにパン粉、それとオリーブオイルですね、加えていただいて、グラナパダーノ加えていただいたら、しっかりと混ぜていきます。はい、しっかりと混ぜられたらペルシャードは完成ですね。続いてこちらのベーナスですね。こちらのこのヘタの部分は落としていきます。もうこれこのままいっちゃうと もったいないんで、食べられる部分、このヘタのギリギリまであるんで、こう斜めに落としてあげるようにしてください。ヘタを落とせたら、今日はこれを縦半分に、真ん中から縦半分ですねに切っていきます。この真ん中をくり抜いていくんですけど、まあ、やりやすいようにこう包丁でちょっとこうガイドを作ってあげるといいかなと思います。まあ、周り1センチぐらい残すのがいいですかね。ガイドを作って、ここにこう格子状の切れ込み入れて、そしたらこの中をスプーンでくり抜いていきます。で、今日このくり抜いた部分っていうのは肉と一緒に合わせてまたここに詰めていくので、捨てずに取っておいてください。はい、こういった感じでくり抜けたら、このくり抜いた中身ですね、こちらはみじん切りにしていきます。はい、ナスは焼くと結構縮むんで、結構粗みじんで大丈夫ですね。このぐらいのまま粗みじんで大丈夫です。そしたら続いてフライパン用意していただいて、ここにオリーブオイル、まずはニンニクを炒めていきます。はい、ニンニク色づいてきたら玉ねぎを加えていきます。はい、玉ねぎも少し透き通ってきたら、ここに先ほどみじん切りしたナスですね、こちらを加えて、ナスにも火を入れていきます。ここで一つまみの塩ですね、それから黒胡椒。はい、このぐらいの全体的に少しこう香ばしい焼き色ついてきたら、火を止めていただいて、ボウルなどに移していただいて、一度粗熱を取っていきます。粗熱が取れたら、続いて大きめのボウルにひき肉ですね、ひき肉入れていただいて、まずはそこに一つまみの塩、それから黒胡椒、もう
ハーブ類もここで入れちゃいます。ローズマリーとタイム、それからスパイスのナツメグ加えたら一旦肉だけで混ぜていきます。ある程度肉が混ぜられてちょっと粘り出てきたら、粗熱を取ったこのナスと玉ねぎ、ニンニク、こちらを加えていきます。で再びよく混ぜていただいて、しっかりと混ざったらここに卵を加えていきます。卵がよく馴染むまでしっかりと混ぜていただいたら、はい、こういった感じで天板にクッキングシート敷いていただいて、このナスの中に詰めていきます。で詰める前にナス自体に下味の塩を軽くしていただいて、オリーブオイル、こちらもかけておきます。はい、かけられたらこの中に先ほどの種ですね、肉を詰めていきます。詰めていただいたらここでオーブンを180度に予熱しておきます。はい、続いてグラナパダーノをたっぷりと上からかけていただいて、先ほど最初に作ったこの香草パン粉、ペルシャードですね、こちらを上にかけていきます。はい、オーブンの予熱も完了して、ペルシャードも上に乗せられたら、再びオリーブオイルをかけていただいてオーブンに入れていきます。オーブンに入れて焼いていきたいと思います。はい、ナスをオーブンに入れている間にバルサミコソースを作っていきたいと思います。フライパンや鍋にバルサミコ入れていただいて、3分の1くらいになるまで煮詰めていきます。3分の1量ぐらいに煮詰められたら火を止めていただいて、ソースは完成ですね。はい、焼き上がりはこういった感じですね。念のため中心温度を測っていただいて、まあ、70度近くなっていれば問題ないですね。はい、70度超えたんで大丈夫そうですね。それではお皿に盛り付けていきましょう。まず半分はそのまま乗せていただいて、もう半分は半分に切っていただいて盛り付けていきます。想像以上のメガ盛りだったんでお皿ちょっと買いました。お皿に盛り付けていただいて、先ほど作ったバルサミコソースは食べる直前にかけていきましょう。いただきます。もうボリュームがやばいですね。見た目のインパクトもすごいですけど、ではいただきます。美味しい。肉の中に効かせたハーブと香草パン粉がすごくいいですね。めっちゃうまい。いや最高だなこれ。ワインとも非常に相性いいですね。見た目のインパクトもすごいベーナスの肉詰めバルサミコソース、ワインとも非常に相性がいいので、ぜひ動画を参考に作ってみてください。ベーナスがすっごいジューシーでめちゃくちゃ美味しくておすすめです。